1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました。2コース2番の小池トップスタートです。1番へと向かっていきます。1番土性の前に出ていきます。2番小池先まくりを打つ。3番の永田がまくり座してきましてバックスイッチに入ります。2番小池の内側、3番の永田、永田のまくり出し届いていまして先頭争いです。4手進離れまして4番の石渡が3番手、その後ろからは5番の関根、さらには1番土性と6番井上並んでいます。スタートは前提正常でした。一緒に巻くトップ争いは3番の永田が旋回していきまして2番小池は跳ねながらの差しになりました。ホームへと戻ってきまして3番永田がここで先頭です。2手進差2番手には2番の小池、離れた3番手4番の石渡なんですけれども5番の関根が追い上げていきましてレースは2周回目です。先頭2番手の差はまだ一定進ほどです。3番の永田が先頭2周回目で1番クリアしてきます。2番手から2番小池の差しですけれどもバックスイッチに入ってきまして3番の永田がなんとか先頭キープ、そして3番手4番石渡の内側から5番の関根の差しが届いてきました。先頭2番手もほとんど差がありません。2周にマークへと移っていきます。2番の小池は船を外に出していきますが2周にマーク先取りは3番の永田、左手の差し2番の小池、小池の差しここはどうでしょう。しかし3番の永田がとおっと2周にマークで4番の石渡落水状況になりまして3番手は5番の関根でレースは最終周回です。4番の石渡、4番石渡は落水のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました。2、3コースあたりがわずかにコースタートで1マークと向かっていきます。1番山下の陰線です。2番の浅見の差し、3番の佐藤がまくっていきましてバックスイッチに入っていきます。1番の山下受け止めましたけれども今度は内側から2番浅見の差し、へさきがかかるかどうか。なんとかここは1番の山下がわずかに体勢優勢ですけれども2番の浅見が内側ねじ込んでいきます。その後ろは4番の大塚と外側3番佐藤、スタート前提正常でした。石に巻く振り切った1番山下が先に回る。3番の佐藤がまくり座し気味にやってきましたけれども今度は1番の山下一定進半のリード、2番手追い上げてきました3番の佐藤、離れた3番手2番の浅見です。その後ろ4番大塚と5番の福田、ラストが6番の百武、レースは2周回目1マークです。1番の山下がトップ旋回です。2番手が3番の佐藤、3番手ですけれども4番の大塚をつけましたがここは空振りで2番の浅見が3番手後続を突き放しました。前の体勢は1番、3番、2番の体勢です。4手進離れまして5番の福田が4番手、その後ろ4番大塚と6番の百武で2周2マークへと移ります。1番の山下トップで2周2マークをクリアしています。2番手ちょっと振り込み加減でしたけども3番の佐藤がキープ、3番手2番の浅見でホームへと帰ってきました。体勢は1番、3番、2番の体勢で大時計前通過していきましてレースは最終周回へと帰っていきます。インしのぎました1番の山下和彦が先頭で最終1マークトップでクリアしていきます。このままいきますと今日は連勝ゴールとなります。2番手3番の佐藤大輔、そして2番の浅見正和、おっと最終1マークで2選手アクシデントです。5番の福田と6番百武転覆状況となっています。前の体勢は1番、3番、2番で最終ターンマークへと移っていきます。1番の山下、そして3番佐藤、さらには2番の浅見、1、3、2、まもなくゴールを迎えていきます。先頭は1番の山下今ゴールイン、2番手3番佐藤、3番手2番の浅見ゴールイン、離れまして4番の大塚最後の直線入っています。残り40切ります。ラストで4番の大塚今ゴールインしています。以上予選特選11レース、なお5番の福田と6番の百武ともに転覆失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6号艇の秋元のスタートは早いスタートとなりました。ただいまのスタートは審議中、ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。現在先頭1号艇星野、3号艇高橋2番手、3番手争い6号艇秋元並んでいますがこのレーススタート審議中です。お知らせいたします。6号艇秋元誠フライング返還欠場です。6の組に関する投票券すべてが返還となりますのでお手持ちの投票券はお捨てにならないように大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇の鳥居塚と3号艇小坂好スタートを切っています。
逃げ体勢作る1号艇上野をまくりますのは2号艇の鳥塚、刺す3号艇小坂に、外は5号艇の郷原です。先頭争いですが4艇並んでいる。内から3号艇小坂、外1号艇上野と2号艇鳥塚、若干差が出て5号艇の郷原4番手から前を追って、6号艇の北村、4号艇大熊最高峰、スタート正常です。先前体勢3号艇小坂も握った、1号艇の上の間から5号艇郷原も、内しのいで3号艇小坂風太が先頭、1号艇の上の内に5号艇郷原並んで、6号艇の北村4番手、2号艇鳥塚、4号艇大熊最高峰で2周1マークです。先頭3号艇の小坂風太、握っていく1号艇上野と5号艇郷原、ちょっとバランスを崩しました。1号艇上野拓馬、6号艇の北村が3番手、3番5番6番、2号艇の鳥塚が4番手、4号艇大熊、なお1号艇上野拓馬にアクシデントです。先頭は3号艇小坂風太がこれから2マークを旋回してホームストレッチへ戻ります。お知らせいたします。1号艇上野拓馬、転覆のため失格です。1号艇上野拓馬は転覆のため失格。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。スロー3艇コースタート、5コース5号艇八つもいいスタートで1マーク、逃げる1号艇の松山、2号艇末永差しに構えてまくっていく3号艇小野、まくり出しは5号艇八つ、左打ち狙って4号艇若狭、バックへ入って陰線押し切った、1号艇松山翔吾先頭、2番、3号艇小野、内側から4号艇若狭、3番手から2番手を伺います。4番手以降は2号艇末永、6号艇野添、5号艇八つ、スタートは前提正常でした。トップ1号艇松山、外回して3号艇の小野、あとは4号艇の若狭、刺してきたのは2号艇の末永、ホームに折り返して1号艇松山先頭、2番手3号艇小野に対して内側から4号艇の若狭接近してはいくんですが、3号艇小野2番手は優勢、上位1、3、4で2周1マークです。1号艇松山トップ、2番手の末4号艇若狭コーナー先手、これを差し返して3号艇小野、ここで2番手安全圏に持ち込みます。4号艇の若狭3番手で上位の体勢は1、3、4、2艇審査の4番手2号艇末永で、後方6号艇野勢、5号艇八つ、2周2マークです。1号艇松山トップ、2番手は3号艇小野、3番手は4号艇若狭に対して内を狙う2号艇末永、この差しが入ってくるか、1、3、4か1、3、2か、3番手の末は4号艇若狭、少し前も内下がらく2号艇末永、最終周回です。陰線を仕切って1号艇の松山翔吾先頭、2番手3号艇の小野、3番手は4号艇若狭に対して、ここも内を狙う2号艇末永の差しですが、上位1、3、4か1、3、2か、2号艇末永へさきかかって4号艇の若狭に並んでいきます。これから最終ターンマークの旋回、高枠から地元戦優出決めます。1号艇の松山翔吾先頭、2番手は3号艇小野、そして3番手は2号艇末永コーナー先手、4号艇若狭差しは届かず4番手、上位1、3、2、ここは人気サイドの決着、後方4号艇アクシデント、1番松山先頭五輪、2番手3番小野、2番末永3番手で五輪、4番手で6番野津江、5番手5番八つが五輪、なお4号艇若狭並子落水のため失格です。以上第11レース準優勝戦でした。1番2番4番3番5番6番です。スタートしました。いやいや目立ったのは3コース5コースあたりのスタート、うち2人その後は伸び返していきます。1周1マーク、先に回る1番の岡瀬、鈴木はバランス崩してアクシデント、おーっとその後ろ6番の岡部と2人アクシデントが起きています。上位の顔ぶれ1番4番5番の順、なおスタートは前提正常なスタート、スタートは前提正常なスタートです。1周2マークの旋回、先頭1番の岡瀬、2番手4番藤山、5番武田が3番手です。レースは2周目に入っています。なお2番の鈴木武史は妨害のため失格、2番の鈴木は妨害のため失格、また6番の岡部は落水のため失格、6番岡部は落水のため失格となっております。1番、2番、3番、5番、6番、4番の並びです。スタートしました。第8レース、インド
1号艇山本スカーツスタートへこんでさあ仕掛ける2号艇シーバータヒカルが一周一幕まくっていったインから1号艇の山本3号艇の岡部まくり出して続いて5号艇4号艇向こう前面は3号艇の大壁大輔そしてアウトから2号艇柴田さらには5号艇大池沖3点より先頭争いスタートは前提正常でした内側3号艇岡部が優勢に運んでいって1周の2幕は3号艇の岡部に対し握っていく5号艇2号艇先頭は3号艇の大壁大輔です2番手が2号艇の柴田ひかる後方3番手が4号艇横井アウト一定審査5号艇大池沖その後ろに1号艇山本孝之ですレースは2周目1マークの旋回です3号艇の岡部がトップ2号艇柴田が2番手3番手さあ攻めてきた1号艇の山本逃げた4号艇とここは煽られてしまった続いて5号艇の大池沖なお1マーク付近では一定アクセント発生となってしまいましたレースは2周2マークの旋回へと向かっていきます先頭は3号艇の岡部大輔です2番手が2号艇柴田光おっとその後ろ1号艇もつれてしまいましてここはアクセント発生となってしまいました3番手は5号艇大池沖です先頭から3番2番5番の体型なお1マークでは4号艇横井光弘が転覆のため失格ですそして2マークでは1号艇山本孝之が転覆のため失格となっていますトップスタートをさあ仕掛けていく1周の1マーク4号艇の増田啓司まくっていく5号艇山本エースのまくり出し続いて1号艇2号艇向こう前面はここは4号艇増田啓司と5号艇山本エース先頭争いスタートは前提正常でしたなお1マークでは一定アクセント発生となっています先頭は4号艇増田啓司ですその後ろに5号艇山本エース追走1周2マーク4号艇増田がトップで旋回してしっかりとキープなおこのレースですが1マークにおきまして6号艇柳瀬工事は転覆のため失格6番が転覆のため失格となっています若松パイナップルナイターミッドナイトボートレースフォースボートボーイカップの3日目ラストカードは予選特選第12レースなおこのレースに出走予定でした3号艇山谷慎選手は負傷のため欠場です1番2番3番4番5番6番ですスタートしました1号艇3号艇コースタート1号艇佐藤と3号艇の山口1周の1枠1から1号艇の佐藤が回って2号艇の荒川差しに構えたところまくり出し3号艇の山口1号艇の佐藤はバランスを崩してアクシデントとなってしまいましたスタートは前提正常でしたなお1号艇の佐藤博明が転覆のため失格となりました3対3スタートしていきましたこれは早いスタートが見られますただいまスタートは判定中ですただいまスタートは判定中ですお手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください確定向こう正面へと入っていますがただいまのスタート1番の柿内2番の永井フライング変換欠場です1番と2番はフライング変換欠場です1番に関する1番と2番に関する投票券は全て払い戻しいたしますのでお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください第9レース予選競争枠なり3対3の進入ですスタートしていきましたこれは際どいスタートがありますただいまスタート判定中ですただいまスタートは判定中ですお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください一番前にいる1号艇永井なんですがお知らせいたしますフライング変換欠場1番です1号艇永井がフライング変換欠場です1番に関する投票券すべて払い戻しとなりますのでお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください大キック